こんにちは。LOL、ゆっくり実況プレイ391戦目。今回使用するチャンピオンは、ケインです。この試合は、先週開催した紅白戦の動画となります。お相手は白魔さんがいるチーム、相手ジャングラーはサイオンです。家庭の事情により、サイオンジャングルにはちょっと詳しいんですよね。こちらがケインということもあり、サイオンは間違いなくボット側スカトルを狙います。HP が減っています。ポーションを使っていませんね。簡単に諦めきれないサイオンは、下がる足を止めました。その甘えは許しません。Q をクラッシュで避け、とどめを刺します。スカトルに寄った速さから見て、相手は青バフしか枯れていないでしょう。それでも復活後はトップに向かうはず。私は露骨に姿を見せ、スカトルに来れないように牽制します。ここで赤バフの前にラプターをやってると、展開的に美味しいのですが、いたいた、リーシュしますよ。結構取れましたね、それでハスカトル兵行きましょう。今サイオンはスマイトを使いましたが、多分2スタッフ溜まっているので赤バフでも使えるでしょう。スマイトを使い切ったサイオンが、トップに介入しないように釘を刺しておきます。やはり寄ろうとしていましたね。これでトップには顔を出せないでしょう。代わりに私が寄りましょう。おや、私を警戒してのことでしょうが、そちらからワービングに来るのは握手ですね。トップはお互いクラッシュダウン、逃げ方がうまかったですね。さて、序盤にサイオンとドンパチしたことで、だいぶスタックが溜まっています。今回はダーキン予定なので、ちょうど良いですね。現状ミッドはやや苦戦していますが、その他は安定しています。ならば私はサイオンを抑えておきましょう。いそうな場所を予想して圧力をかけます。こんな感じで、お前の動きは見えているぞとプレッシャーをかければ、下手にギャンクは行えません。そうしてサイオンが引っ込んでいるうちに、こちらもファームを進めます。先ほどボット側ジャングルに見えて、ボットジャンクに来ないということは、トップ側に移動したということですね。その隙にドラゴンを狙います。バイ、リーシン、ケインなんかは、低レベルでソロドラゴンを狙いやすいのでおすすめです。ただ枯れるというだけでなく、脱出手段、狩る速さも重要です。ドラゴンのレベルは最初6なので、それまでに枯れると経験値も美味しいです。さて、サイオンとタイミングをずらした分、このトップジャンクに邪魔は入りません。タワーダイブで狙いましょう。フラッシュを使って気合でポッピーさんの W を避けましたね。結構粘られてしまった。おや、サイオンのウルト音が聞こえた。出し押しに来てられませんね。ウルトでとどめを刺しましょう。タイミング的にリコール後慌てて寄ってのウルトかな。何にしても、サイオンのウルトがなくなったのはラッキーですね。これでボットはしばらく安全でしょう。個人的にはベイガーを抑えておきたいところですが、なかなかチャンスがない。バースト系は返り討ちが怖いですね。おっと、よく見るとダーキンのスタックがあと少しです。サイオンが多分ラプター付近なので、溜め切りましょう。いました、一発で足りるかな。あとは撤収、と思ったらこれトップ寄ってますね。トップの寄りに対して判断が鈍ってしまいました。その後の手厚い歓迎、ベイガーにウルトまで撃たれる始末。ちゃんと赤側に逃げるべきでした、反省点ですね。しかしダーキンスタックは溜まりました。ここからはレインヘの介入を増やしていきましょう。おや、ベイガーがボットに寄っていますね。急いで寄る旨を伝え、レオナさんに先に仕掛けてもらいます。ベイガーが瀕死なので、クラッシュからの W でキャッチ。フォローのために寄っていた白魔さんも捕まえましょう。レオナさんの仕掛けのタイミングが良かったですね。ベイガーがほぼ何もできずに落ちました。当然、相手のジャングルを荒らして帰ります。ビルドは次はクロウの、その次 GA かな。
レーダー対策はまだ先になりそうです。おっと、トップにギャンクが入っています。プレデターで急いで寄りましょう。敵を倒しました。どうやら逃げ切ったようですね。ならばカウンター。Q をルトで避けられるの、確実にスマイトでとどめを刺します。サイオンは脱出、成果としては十分でしょう。その後タワーのカバーができないように、サイオンを追い払いましょう。当然、奪えるものは奪って帰ります。ベイガー以外の敵が見えませんね。と思ったらミストにゾロゾロ登場。レーン側に合流されないように、足止めします。ボット組はうまく釣れたものの、レーン側の状況も良くなさそうですね。タワー2本持っていかれそうですね。ベイガーが育っているのが悩ましい。まだしばらく MR は詰めないしな。タワー破壊後、相手はドラゴン。これはチャンスでは。相手が解散したタイミングでこちらはバロンを返し、完全に二段していますね。クロマさんがワーディングに来るも、時すでに遅し。ということでバロン成功。白魔さん意外と遅うなので狙ってみますか。W が届きました。ここで白魔さんハウルトをしよう。敵も寄っているので赤バフだけ買って下がります。そしてそのままミッドタワー、白魔さんのウルトがないうちにアクションをかけます。できれば2本くらい持っていきたい。まずは1本。レーガーの意に合わせて突っ込んでくる動きを予想して打ち上げ。インフルエンザは潰したので、そのまま乱戦へ。私は前線で全体的に押し止め。レーガーのワンコンを警戒して金土星でやり過ごします。最終的に2機交換、タワーを進めましょう。目標はインヒビ、無理してでも取りましょう。相手が守りに来たら即フラッシュから捕まえます。いい感じに縦に並んでいますね。私は後ろを抑え、カミユを孤立させます。うお、ギリギリ耐えたのか、しかしこれで邪魔できないでしょう。ということでインヒビ破壊に成功、やはり強力なバロンバフ。次はボットかな、どんどん試合を進めましょう。ここでもう1本インヒビを持っていけると、一気に楽になりますね。相手もがっちり守りに来ています。で、ホッピーさんが捕まった。タンクに対してあのダメージ、必死かありません。しかし簡単には逃がしてくれないかな。ここでサイオンのウルト、戦いましょう。ミッドのミニオンが押し上げているので、できるだけ時間を使います。私は後衛のピール、サイオンを足止めしましょう。しかし物量を抑えきれない、後衛が飲み込まれてしまいました。私はとにかく時間稼ぎ、つかず離れず出敵を誘導します。で、カリスタまだウルトあるの？壁から離れたのが完全にアダになってしまった。ジャングル側にはベイガー、逃げ場がありませんね。しかしだいぶ時間を稼いだことで、ネクサスタワーは1本破壊。2本目も半分削れたかな。相手は CC が豊富なので、仕掛けるのが難しく、仕掛けられてもヤバいという。なんとかうまく自分が潜り込むしかないかな。あれ、味方当たってる。自分がいないのに大丈夫なのかな。ベイガーいたら勝てないと思うけど。案の定返り討ちにあっていますね。これはまずい。エゼクにも救えないでしょう。こうなると怖いのはバロン。しかしジャングラーのサイオンがこっちに来た。追っかけてくれるなら好都合。しかし他の敵はバロン側ですね。ここでサイオンが方向転換。バロンやるから帰ってこいと呼ばれたのでしょう。さて、どうやって妨害するかな。現状これにかけるしかない。遅れて寄るカリスタを捕まえます。カリスタが寄れていない以上、相手はバロンを狩る火力が足りません。そのカリスタが捕まれば、相手は中断してフォローに入るしかないでしょう。敵が釣れたらできるだけバロンから離れます。よしよし、全員いますね。これでバロンはできないでしょう。今のはわざわざ見える位置から寄ったカリスタのミスです。
ミッドのミニオンを処理せずに、ジャングルから寄っていれば確実にバロンを取れていたでしょう。相手にとっては嫌な流れ、こちらがアクションを起こすには絶好のタイミングです。ということでこちらのターン、イニシエイトは任せてもらいましょう。プレデターを使い、E からの飛び込み。フォーカスを集め、フラッシュからレーザーを捉えます。レーザーは金時計、逃げ場はないでしょう。ボッピーさんがカミングをルトで飛ばしてくれた隙に、手前から狙っていきます。戻ってきたカミングはエジソン狙い、私は追わずにボット陣を相手。敵を倒しました。よし届いた、4に交換です。これ、ワンチャン GG 狙えるかもしれませんね。タイミングよく、私の GA も上がりました。残ったカミールは突っ込んでくるでしょう。タンク陣が壁となり、エズ君を守ります。私は削り切られるも、このための GA。敵が徐々に復活します、間に合うか。エズ君と立ち位置を分けましょう。あと半分。ここでエズ君挑戦、ちょっと足りないか。しかしここでカサギンさん登場。見事 X ペケを再現し、GG となりました。ビクトリー。 LOL ゆっくり実況プレイ391戦目は以上となります。ご視聴、ありがとうございました。